アイラちゃん、アイラちゃん、ちょっとそこに横になって、ふふふ、僕がオイル塗ってあげるからね、ふふふ。やったー！というわけで、アイラちゃんと海で遊ぶぞ、休むぞーか、休むぞー、でも、あれ、ちょっとみさめちゃん、あれ、みさめちゃん、あれ、ここに来て、セイズマが出てきちゃったな。七色のセイズマが来ちゃったな。ちょっとまぁ、ちょっとタイミング悪いっすよ。お前、ここにいたのかよ。夏影くんも俺で。ちょっと待って、なんで仲間は、なんで七色くんを中心に仲間がどんどん集まってくる感じになってるんだ、お前。七色くんが本当に主人公、主人公してるな、おい。え？あ、夏影さんでしたか。なんだ、その言い方は。いえ、出会って数日の私を探し回る理由が見当たりませんでしたので。すごいな。ミサイちゃん何の理由があるかわからんけど、海に来とるし、それを探しに、シャッチにもここまで来て出会うっていう、どういう運命の巡り合わせだ、お前ら。ミユミがやたらと心配してからな。そうですか。また、人に心配をかけてしまいましたか。お前、最近掘り引っ越してきたから。失礼しました。ちょっとくしゃみが出ました。お前最近ここに引っ越してきたか、何かか。そんなところです。人を探してまして、その人を連れていつか戻らないといけません。人探し。お前もあんまり現実味がない雰囲気だけど、それなりの事情は抱えてんのだ。未来から来たんだよ、シャッチ。シャッチ、この子未来から来たんだよ。私以上にあの人がですね。それってあいつのことか。おそらく。はあ、ああいう性格して困ってねえからあのままなんだろう。じゃああの性格で何かできる、困るようなことを作ればいいじゃないか。困ること。俺はあいつのことをよく知らねえから、他にアドバイスなんか、ね、できないぞ。お前が一番知ってんだろう。そうだよお前。内職のことを好きって言ってたもんね前。一番知ってるのをさ、知ってるの意味がさ、ちょっとさ、ピンクな意味に聞こえてくるんだ。頭の中でさ、ナイスさんの趣味は、女の人の好みは、どうやったら喜ばせてあげれるか、尽くしてあげたい女の極み。そうですね。困ることを考えておきます。困ることって言うてもさ、ちょっと、軽いイチャつくような意味での嫌がらせかもしれんな。ちょっといたずら的な、いじめてあげたい、いじめてちょっと困る顔を見てみたいみたいな、メサネちゃんの S 心が湧いてくってる感じがするな。そうかよ、無理ならいいんだ、無事ならいいんだ。じゃあな。夏影さん。なんだよ。ありがとうございます。あー、ちょっとシャッチ今までちょっと惚れたかもしれないわ。ちょっと頭の中で惚れてまおるやろうってさ、叫んでると思うわ。ワイと向かって、面と向かって礼言われるのは慣れてないんだよな。お前もお前なりに頑張れよ。なるほど。困ることですか。バッタリ出会っちゃった。バッタリ出会っちゃった。ちょっとシャッチーで二人きりでいるところ見ちゃったな、ナラシ君。二人きりでこんなところにいたら、なんか駆け落ちみたいに見えちゃうよね、ナラシ君。ミサイちゃん。ごめんね。なぜ七色さんが謝るのですか。気づいてたん、ミサネちゃんおること。おいのせいかなって。意味的には間違いではありませんが。やっぱり？いえ、私が悩んでいるのは私自身のことですので、七色さんが気に病む必要はありません。仲直りできるかな。そもそも仲違いをしたつもりはありませんが。そっか、よかったー。そもそも、ナラシさんは、そういったものは、あまり気にしない性質だったのでは。成長してんだよ、ナラシ君だって。最近、いろいろ出来事があったから。わかんないな。前とは、ちょっと違う気がするのは、わかるけど。それは？いえ、なんでもありません。何かご用でしたか？いや、そう言われると、メサイちゃんに会いたかっただけなんだけど。はい、今、うちのミサイちゃんです。私に会いたかったんですか？ちょっと頭の中で思っております。ちょっとときめいております、みさえちゃんの頭の中ではね。
そこへ黙られると。いやいや、ナナシ君、ほっといてあげなさい。ちょっと頭の中で溶け目出てさ、ちょっとナナシ君のことを色眼鏡で見ちゃうから。あー、ごめんなさい、ちょっと一つ飛び出しました。あー、先ほど頭に電流が走るような衝撃はありませんでしたか。あ、うん、ハッカーがその黒幕を裏切って個人で全人類のハッキングを行おうとしたみたいなんだ。ふっ、その衝撃二度ありましたよね。うん、そこでハッキングが止まったらしいんだけど、その黒幕って人が怒って何かしたのかな。可能性はありますね。止まったらしいとは、そのハッカーのお兄さんがいて、ハッキングバトルになったんだけど、途中で反応が途切れてみたいだよ。詳しく話を聞きたいですね。その人はどちらに？この辺りをうろうろしてると思うけど、話をするのは難しいかもしれないよ。それは見つけてから考えます。それでは、行きましょう。ミサイちゃん、どうしたの？え、もしかして、ちょっと、アイラちゃんとイチャイチャしていたことをちょっと気に持ってる？ちょっとそれを、うん、え、わ、僕はミサイちゃん一筋だから、アイラちゃんとは遊びだから。いえ、なんだかコロイチで久々で友達とって、ちょっといなかっただけだよ。わさ、わかた、わ、え、私には長く感じたんです。ミサね、顔赤いね。この子は、わあ、ちょっとミサエちゃんに見られたらいけないものを見られた気分だ。違うよ、アイラちゃんとはこんな隠し子作ってないよ。あ、これもポリトさんなんだけど、話がややこしいから歩きながら説明するね。わかりました、言い訳を聞かせてもらいますね。だから違うって、隠し子とかそういうんじゃないって。あ、でも久しぶり。うわあ、この七地くんの後ろを歩いてくるミサイちゃんという構図が久しぶりに見えたよ。行くか。ああ、おお、キライくんのゴールで。あ、首になってこんなとこまでさまよい生きたみたいな感じになってる。はあ、うっぜ。ほんとわけわかんねえよ。は？こんにちは。こんにちはじゃねえだろ。敵の前でホロモードと挨拶なんて頭おかしいんじゃないの。エズさんとバトルして負けましたよね、ザーコ。負けじゃねえっての、中断しただけだし。それ負けの一歩手前だね。エズさん片手でタイピングしてましたよ。わあ兄より劣ることを認められざるを得ない状態になって舌打ちしちゃったね。なめっこかよ、マジうざい、死ね。失礼します、あなたたちが裏切ったということを聞いたのですが。は？は？ま、間違いじゃないんじゃない？だってあいつつまんないよ。何考えてるかも、わ、言ってるのかもわかんないし。その目的について詳細を伺えますか？はあ、なんだっけな、人類の意思の統一とか、なんとか言ってたよ。意思の統一ってなんだなんかすごいラスボス主張することやろうとしてるんじゃないの、黒幕。人類の意思の統一？それはあなたたちの目的と違うのですか？違う。まあ似たようなもんだけど、根本的なあれから全然違うよ。というとどういうことなんだろう。何もかもつまんねえんだよ、あいつ。気味悪いし、なのに極力やりたい放題させやがる。まったく何がしたい。反応がなくなったね。どうしたのでしょうか。キライ君といえばあのおじさんに聞けばわかるんじゃない。どうでしょう。ああのおじさんってすごい見た目が使えたおっさんのことか。名前なんて言うたっけわあ、もうなんか疲れた見た目のおっさんとしか覚えてないんだ、ごめんな行ってみたいとわからないし、おんぶしてもいいかな。あ、無理意識がなくても反撃をしてくれた。アイラ大丈夫ですよ。それではアイラさんにお願いしましょう。よし、おじさんならココアリーの喫茶店かな、そこに寄ってみよう。よっしゃー、まさかのコニー来てココアリーに行くとは思わんかったな。ここ
久しぶりの雰囲気じゃ。わあ、おお、そうかそうか、そうなるよね。そうじゃ、この子にもちょっと話しておこうかな。お昼は一番忙しいのに一番眠くなるんです。だから辛いですね。辛いですね。久しぶり。こんにちは。え、あ、そうか、ホトラさんだった。全然名前覚えてなかったわ。何を驚くことがあるんですか？いや、わりと堂々として来たから。そうか。あなたに聞きたいことがあります。いいですか？妻に浮気をしていることだったら喋らないよ。いいですか？ああ、一応、なら、そこの厨房奥で話したいかな。わかりました。まず、キライさんのこの状況、キライさんのこの状況について、何かわかることは？え？キライ君？止まってるんだ、銅像のようにな。何か罵声を浴びせられないのもすごく違和感があるな。のしられられるのってやばいですよ。まずですやん。このようにいくら呼びかけても反応がありません。野宮くんも最初にこうなったんだよね。野宮くんもあの騒がしい方ですね。うん、理由はわからないけど、突然黙ったもんは何も反応しなくなったんだ。その原因は僕にも分からないんだけど、一番初めに4人で好き放題しようって言ったの野宮くんだったかな。なるほど、やはりそのハッキングのためのプログラムを持ち逃げされるのはあなたたちの上の人にとっても不都合だというわけですね。それであなたたちに指示を出していた人物は？え？そんなのはいないよ。いないよ、いないよ、いないよ。前にキラエさんとそのような会話を交わしていましたよね。おお、ボロは出ております。ボロは出ておりますよ。喋る方が気が楽ですよ。ミサエちゃんもこんな目で見てますよ。言えないな、僕からは。言っちゃうと本格的にやばい気がする、僕が。そうですか。あなたならば、あなたがハッカーとしてその支持者に協力することになった経緯は？ああ、それはおじさんはほんの腕試しというか、軽い気持ちで管理プログラムのハッキングを試みたことがあって、それで、まあ、あのジョン、バレちゃってさ、警告も出たし、警察に捕まるかなって思ったの。そうしたら、その人が来て、協力してくれませんかって言われてさ、断ったら捕まるかなって思ったからさ、引き受けました。わー、弱み握られてるタイプの人間ですね。コトラさん、弱み握られるの得意なんですね。他のハッカーたちも同じような経緯ですか？詳しくは聞いてないけど、みんなその辺に関しての知識を持っていたから同じような感じじゃないかな。わかりました。あなたのような人でもハッキングなんかに手を出すことってあるのですね。人は見かけによらないっていうより、使いをためた人間は何するかわからないもんだよ。どうしたんですか？ハッキングって、関連プログラムに保存されていたエロ画像でも漁ろうとしてたんですか？キライ君も僕の方で扱っておくよ。君たち、この件に関わるつもりなのかい？もうここまで関わっていますからね。そうか。あの人には気をつけた方がいいと思うけど。と、言うと？あの人ほど何をするかわからない人間を初めてというか、すべてが読めない人だから。マジかよ。わあ、まあ確かに、あの笑顔は怖いな。上の人の正体を知っている俺だから言えることだけど。ええ、私はよくご存じてます。小寺さんもお気をつけて。管理プログラムをハッキングしようとした人をスカウトしたってことかな？そうなります。ナミヤさんもすでにキライさんと同じとおっしゃられていたので、残るは。トバリさんって人かな？あのお姉さん。あ、待てよ。あのお姉さんがこんな何も反応しない状態ってことは、おっぱい揉め放題やな。そうですね。探してみましょう。でも、七瀬さん、おっぱい揉め放題しようとしている件に関しては殴りますよ。すいません。最後に一つだけ、トバリさんはどこにいらっしゃるのかわかりますか？トバリさん。二宮君の件の後、みんな分散しちゃってね。
スイートビーチによく行くらしいから、その辺にいるんじゃないかな。なんで偶然スイートビーチなんだ、お前。さっき言ってたわ。わかりました。ありがとうございます。そちらに行きましょうか。わかった。スイートビーチにいるってことは、もしかして水着の姿でいるかもしれないな。ワクワク。どの辺おるだろう。おった、浮いてる浮いてる。トバイさん浮いてますやん。どういう原理だお前。未来の世界から来た猫型ロボットに出してもらったんかお前は。あら、こんにちは。こんにちは、話を伺っても大丈夫ですか。トバリさんは、反応ない状態になってないな。ワンちゃん、おっぱいを揉める止まり。え、どうぞ。どうせ下手には動きませんので。あなたたちの支持者は誰ですか。まあ、直球ですので、前に質問されたとき、お答えできないと申したはずですが。今なら聞けると思ったから聞いているのです。なんか教えてくれそうな雰囲気になっとるんやな。いえ、いいでしょう。この領域に関して口止めなどをされておりませんし。帝さんという方が私たちの指揮を取っていた方ですわ。来たー、どうどう、奈良地君にもバレてしまったパターンのやつじゃ。帝お兄さんが。あら、いい反応をされますのね。あなたたちとの思い出の違いとは何だったのですか。それはもう月とすっぽんくらいには、まあ強い強いて一つあげるのであれば、彼が人に対して優しすぎたことですわね。他人に迷惑をかけてしまうことを何より嫌っているように見えました。いえ、自分の存在をも他人の迷惑と考えておりましたので、うふ、なかなか読めないお方ではありました。ほうか、トバイさん、トバイさん、そんな熱い格好して大丈夫なんすか。汗かきません。何か違和感があるということは、他の情報は得てるということですね。なぜ敵方にやすやすと情報を渡すのですか。うふ、今は敵なんてあの方のみですよ。わざわざ虎穴に飛び込むあなんてまで私には到底できませんわ。あの人はまた一人なんですね。そういうことになります。あの方との長く付き合いを保つのはどんな人間でも不可能ではないかと。すごい祝いようだぞお前。ミサルドお兄さん、ミカドお兄さん、ちょっと確かにみたいな感じの反応してるな、ミサルちゃん。先ほどミカドお兄さんと呼べておりましたが、あなたの実兄ですの。いえ、いとこです。そうならば、複雑なプログラミングをするよりも、まず人としてもう少し常識的になるようにアドバイスいただけるとありがたいですわ。すごい言われようですな。どういうことですか。人として最も大事なものが欠落していると、あの方がどのように世界を見てきたかなんて知りませんが。それでは私は久々に邪な心を持ち合わせずにティータイムを楽しみますので、一人でしてくださる。わかりました。ありがとうございました。これで、あらかた情報が出揃いましたね。なし君は、帝お兄さんが、上の人って知ってどういう反応なのか。ショックですか？いや、帝お兄さんも未来人だってところから、もうちょっとこの準備はしていたから。強なったな、なし君。そうですか。もう日も暮れますし、ポテテさんたちとはここで解散としておきましょう。大変そうですが、大丈夫ですか？ええ、あまり迷惑はかけられません。何かあったら頼るよ。力は貸してやるぜ。え、お前戦力外だから。そうですか。それじゃあ、ナエさんのお友達になってくれませんか？前から気になってたのが、その行動に意味はあるのか？私はあるとは思わないと行動しません。そうか。なら、いいぜ。アイラも了解です。来た。ポテテ、犬のポテトも友達になっちゃった。ふん。小僧、この俺にここまでさせるとはな。認めてやらんこともない。甘い調子に乗ってると、お前憎いして食っちまうぞ。
よっしゃ、とうとうアイラちゃんとも友達になった。二人はプリキュアみたいな感じにつながりそうやな。今の言葉、二人はプリキュアみたいな感じでつながりそうやな、お前。ありがとう。ポテテは、あ、君もできるの？人間ポテテさんは多分ビット4は難しいだろうから、それでも友達だよ。うん、ポテテ、なし、友達。じゃあ帰ります。寝床に。俺とこいつ、二人抱きかか、抱えきれるか？ポテさんは犬一匹とカウントするのでは？やこしいからいいだろう。はーい、爆風にお気をつけください。何度も聞いてもこの効果音笑えるわ。お前、私たちは自宅に戻りましょう。うん、連絡も取れない状態だったらすごく不安だったよ。私はそれほど。え、ちょっと待って、メサネちゃん、僕と二人っきりがそんなに嫌だったの？え？僕は結構心配してたよ。ムサイちゃんのことを、会えない日が続くとすごい心が辛くなったんだけど、ムサイちゃんはそうでもなかった？え？この盗聴器が、そっか、盗聴器があったから僕の会話は聞いてたんだ。なるほど。僕は一人っきりだと思ってたけど、ミサイちゃんは一人っきりとは思ってなかったんだね。なるほど。あとその盗聴器貸せ。その盗聴器は貸してよ。忘れてた。ってことはちょっと待ってよ、お前。ってことはさ、アイラちゃんと二人きりラブラブしてたから会話全部聞こえてたんや、お前。やめろ、お前。やめろ、そんな。もう。いえ。ほとんど聞いていませんでしたが、お守りにはなっていました。帰りましょうか。うん。お前、その音声録音をしていたなら、それ絶対聞くなよ、絶対聞くなよな。お前、聞いたら、どんなことしても